どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は敵に嫌われるトラストになるには圧力がかかるポジションを徹底して狙えとなります。トライストリンガーを使っていると敵への嫌がらせって結構楽しいですよね。なんなら嫌がらせで時間を稼ぐことができるので、うまいこと活用していきたいところです。ですが人によってはどこに圧をかけると有効なのかがわからないっていうこともあると思います。そこで今回は敵に嫌われるトラストになるための圧力をかけるべき場所を解説していきたいと思います。後衛としては相手のポジションを潰すのは非常に大事ですからね。有利な状況を維持するには重要なことかと思います。ポジションだけでなく場所の考え方もまとめていきますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずトラストを使う上で大事になるのは圧をかけることが強みというところです。直当てを取ることや味方のカバーももちろん強みになってきますが、敵に圧を与え続けるのは後衛として非常に大事なところとなります。特に弓の場合、チャージャーのように射線がないので構えてるだけでは圧を与えることはできません。そのため攻撃をし続けてることにより相手にわざと狙っているというアピールをする必要があります。またこの時に直当てを当てれるようであれば相手は軽視ができません。こうなってくると相手のチームは圧力を感じて動きの制限がかかってきます。もちろん突ってくる敵はいますが、一人でも動きを鈍らせることができれば試合を有利に運ぶことが可能となります。このようにうまいこと圧力をかけることで試合を有利に進められることから弓の圧は重要となります。ではその点を押さえた上で弓の圧がかかる場所について話をしていきたいと思います。まず押さえておきたいのは中央の高台への圧です。高台は基本の場所ですが、高台のどこを取るかが大事となります。まず中央を取る理由ですが、スプラのマップはリスポーンから中心に向けて左右対称になるようになってます。ということは中心の高台を抑えると自然と相手の前線を抑えることができるようになるんですよね。これはマップにもよりますが、なるべく中心を抑えた方が射程を活かせるっていうのがあります。射程を活かせるのであれば、この範囲に対しては攻撃を常に仕掛けることが可能になるわけです。そのため敵がこの中央を取っていた場合、しっかりと圧をかける必要が出てきます。長く滞在させるとそれだけこちらが不利になっていきますので、メインだけではなくポイズンやスペシャルを使っていくっていうのが重要となります。またこれだけ有利になるポジションなので敵が隠れていることも多々あります。足場が取れていても安心はできませんので、しっかりと攻撃をしてクリアリングを徹底していきましょう。続いては壁裏への圧です。壁裏なら常にしているよっていう意味使いは多いと思いますが、どこの壁裏かが重要です。ナンプラ遺跡などをイメージしてもらうといいのですが、壁裏からボムやスペシャルを使えるような場所ですね。こういった壁裏が対象となります。このような場所は壁があるので粘り強く抵抗されるっていうことがあるんですよね。後衛の局者が強い武器だと味方が倒されることもあります。こういった場所は攻撃の起点を与えてしまうので離れさせるのが重要となります。そのためメインの局者をしっかり壁裏に落として近づけないようにしましょう。これだけで相手は壁から離れないといけなくなりますし、何より攻撃の機会を減らすことにつながります。壁裏でも攻撃ができなければこちらとしては楽に試合が進めれますからね。いたら嫌な壁裏は積極的に狙っていきましょう。続いては中央への侵入口への圧となります。先ほどまでは基本的なポジションに対してですが、通路自体への圧も有効となります。まず攻撃の圧となるポジションに対してとなりますが、圧が有効なのは通り道に対してというところです。特に時間を稼げる場所としては有効なので、チョークポイントと呼ばれる場所ですね。こういった必ず通らなければいけない場所っていうのは有効ポイントとなります。
ナンプラーのマップで見ていきますが、敵が中央に進むためにはこのルートがあります。まあ、複数ありますが、場所の制圧具合では高台や通路からの移動で中央に出ていく必要があります。こういった場所に対して事前に攻撃やポイズンを置いていた場合、相手は侵入を一時的に断念する必要が出てきます。これが中央への侵入口への圧となります。このように高台だけでなく通路自体を防ぐことで試合を有利に進めることが可能になるわけです。これに関しては中央を制圧する上では押さえておきたいポイントとなります。どのガチマッチでも言えますが、中央へ敵が来れなければカウントは有利に進めれますからね。ルールを有利に進める上でもこの中央への侵入口潰しはとても重要な要素と言えます。ただマップによっては抑えるべきポイントが多すぎる場合もありますので、足場を整えて動きづらくしていくのも重要なところとなります。続いては敵が自陣で移動するルートへの圧となります。これは中央を取った後に行うべき圧をかけるポイントになります。中央を取った後というのは敵も前に出やすい状況なので、まだまだ不安定な場面とも言えます。まあ、よくあるのはここでワンミスでひっくり返るっていうことですね。そのため中央の制圧の後にするべきこととしては、敵の侵入口をさらに上流で抑え込む必要があるということです。これは自陣から中央に行く、さらに前の移動ルートのことを指しています。この場合はチョウザメで見た方が分かりやすいですが、このようにマップを押さえると中央に行くことが困難となります。というか、そもそも自陣で自由に動くことも難しくなっていきますよね。この状況になると相手は何もできなくなります。さらに一番のメリットは、こちらが一方的に攻撃を仕掛けれる可能性が高くなるという点です。基本的に敵の防衛ラインは取られると敵陣側を見やすい場所となるため、攻撃を通しやすくなります。このことから敵は簡単に前には出れません。ただしこちらも前に出る必要がありますので、敵陣をさらに抑え込む行動につながるのはそういったリスクが伴うわけです。ただマップによってこれが弱いマップもありますので、敵の侵入口をしっかり抑えてから使うようにしましょう。自分の移動ルートを抑えておくと狙いやすくなると思います。最後にですが、この圧を与える行動をする上で大事なことがあります。それは常に倒す意識で攻撃をするということです。どんなことかと思われるかもですが、これはエイムの精度に影響されますし、最悪圧力の強さにも直結します。まず弓の強みというのは、壁越しに逃げても常にデスするリスクがあるという点です。これは攻撃が逃げても当たり続けるという恐怖があるからです。ということは、適当に撃って逃げられた場合はどうなるでしょうか。こういったことが多々起きると、敵がある程度無理しても生存できると感じてしまい、圧力が弱くなってしまいます。まあ、意識的な部分が強いですけどね。ですが直当てを決めたり、しっかりと複数回当てて倒した場合は、相手は危機感を常に感じて動きが鈍ります。より厄介に感じるというところですね。このように単純に攻撃をし続けて圧を与えるだけではなく、しっかり倒す意識で狙うことが重要となるわけです。相手に嫌われるトラストはしつこく攻撃を当ててくる局者です。その点を押さえた上で圧をしっかりかけていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。敵に嫌われるトラストになるには、圧力がかかるポジションを徹底して狙えはいかがでしたでしょうか。トラストの強みをぶつけようとすると、局者だけでなく爆発矢やポイズンなどを活用した嫌がらせによる圧が大事となります。効率よく圧を与えるためにも、狙うべきポジションは必ず抑えて、さらにはキルが取れるようにしっかり意識して攻撃していきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。